皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はオールカマーの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は先行馬が5勝して2着4回逃げ馬が昨年のスティッフィリオしか馬券になっていませんけれども、前にいる馬がかなり有利なようです。追い込みで馬券に絡んだのは昨年のミッキースワローと一昨年のダンビライトの2頭だけでした。また前走重賞組が全て連帯しているんですが、前走 G1 組の副賞率がかなり高く、宝塚記念組の副賞率が 65% とかなり高いんですが、今年は出走するメンバーはいません。ですのでここは普通に格を重んじて前走 G1 を使っているミッキースワローに注目を置きたいところです。そしてジョッキーは乗り換わりなしの方がはるかに成績が出ていると展望動画ではお伝えしましたが、最近は乗り換わりがあってもルージュバックですとかマイネル・ラクリマなど過去5年連続で馬券に絡んだこともありますから、乗り換わりだからといって完全に消しとするのは時期尚早かと思われます。今回はステイフーリッシュやジェネラーレウノ、センテリオと乗り換わる馬も結構いますので、完全無視を決め込むわけにはいかなさそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着3回昨年はレイレオロが飛んでいってしまいましたが、それまでは4年連続で連帯中でした。一方で7番人気以降となると副賞率がかなり苦しいことになっています。それもあってか馬連の10倍割れが3回、そして3連単の万馬券割れも3回とかなり低めの配当になることも多いので、あんまり冒険はしすぎない方が良さそうなところです。今年はフィールマンが回避して最近でも少ない部類の9頭立てですので、どこまで効率よく絞れるかの勝負となってきそうです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はカレンブーケドールです。海外帰りで馬体が細ってしまいましたが、馬自体は怪我などの異常はなかった模様です。立て直しにだいぶ時間がかかりましたけれども、ギリギリになりましたがようやく走れるレベルまで回復してきました。海外帰りの勝率が確かに悪いんですけれども、メンバーで最も G1 馬を倒してきたのは断然にこの馬。ここ2週重賞は先行勢ばかりが活躍していますが、この馬も好位につけるタイプですので信頼はできそうです。付け足しになってしまいますが、今後においても重賞で使えるであろう副賞率 75% の面白いデータを見つけましたので、それはチャンネルメンバーシップで紹介させていただきたいと思います。そして対抗はミッキースワロー。昨年2着の実績ももちろんありますが、中山 2200m は大得意の舞台で5戦で2勝2着2回とほぼレーンを外していません。多分本命にする人が多いんだと思いますが、意外と休み明けで勝てていないのは正直気になるところです。カレンブーケドールの下りでもお話ししましたが、先週まで芝で開催された重賞はマルターズディオーサにトロワゼットワルにバビットととにかく前が残って仕方ないという状況。そこを切り崩せるのか疑問に思いましたので対抗までとしました。以下ほとんど関東遠征はしないんですけれども、状態面が非常にいいと言われているセンテリオは気になりますし、重賞で馬券に絡む回数が最も多かったステイフーリッシュも見限れません。しかしながら展望動画で示した通り、乗り換わりなしの方が断然結果を出していますので、ここは小回りコースでも実績のあるクレッシェンドラブをある程度評価はしておきたいところですので、忘れずに馬券に組み込むことにしました。それでは買い目です。カレンブーケドール軸の3連複、そして鳥紙対策でこの馬単も買っておきたいところです。前に行く馬と後方待機ではっきり分かれそうなメンバーとなりましたけれども、前にいるメンバーの中では最有力かと思いましたので、久々が気になるんですけれども、カレンブーケドールに頑張ってもらいたいと思います。 1.5 倍以上つけばカレンブーケドールの副賞もがっつり買いたいところですが、多分そうはならなさそうなので資金配分に気をつけておきたいところです。なお、カレンブーケドールに関する限定データですが、
日曜日の午前中にはメンバーシップ向けに動画をアップできるかと思います。以上、オールカマーの予想でした。続いては単勝オッズがえげつないことになる予感がする神戸新聞杯の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は前走重賞組が全て連帯していて、特にダービー組は9勝して2着6回ということで、前走ダービーから来る馬がほとんどの中心となっています。それに続くのはオープンや3勝クラスを走ってきた馬ではなく、2勝クラスからここに来た馬たちが2着3回、3着3回と勝つことはできてませんが、馬券に絡む活躍を見せています。また夏の期間に走ってきた馬たちはあまり馬券には絡みにくいようで、最近では3年前の奇跡と4年前のミッキーロケットだけしか馬券に絡んでいません。夏を勝ち上がってきたとしてもクラシック経験馬たちに跳ね返される可能性が十分あり得ます。そしてとにかくこのレースに求められるのは切れ味で、上がりタイム1位2位の馬が揃って馬券に絡むことが7年続けて続いています。阪神コースの時代もそうでしたが、展望動画で中京 2200m についてもお話しさせていただきましたけれども、こちらも瞬発力勝負になりやすいことが分かってきましたので、あまり経験のない距離ですから、とにかく毎年のように一段の馬群の中から用意どんの競馬が続いているという展開の面も考慮に入れておきたいところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は7勝して2着1回、一昨年のエポカドーロだけが馬券圏外でしたが、それ以前には7年連続で連帯するなど、そう簡単には崩れてくれません。上位3頭は高い副賞率ですので、なかなか高配当を望むのは厳しいといった状況です。馬連は10年中半分以上の6年が10倍以下、最近は3年続けて記録しています。そして3連複も万馬券を超えたのは1回だけなんですけれども、10倍を下回ったのがなんと4回。3連単は10万馬券オーバーはなし、しかも万馬券割れが半分の5回もあるだけに、かなり固めのレースとなりがちです。今年はフルゲートに頭数が揃いましたけれども、抜けた一番人気がいますので、2、3着争いに焦点が移りそうですが、何か面白い馬がいないのか相手探しの一戦となってしまいそうです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はごめんなさい参りましたのコントレイルです。この馬先段につけようが後方になってしまおうが、お構いなしの5戦すべて上がり最速を記録。この中京の今の馬場には合う客室ですし、順調にここに来れたのが一番の大きなポイントかと思います。そして何より強力なライバルが不在で、神戸新聞杯のメンバーの中でコントレイル相手に再先着した馬はベルト大前でなんですけれども、皐月賞で1秒2差、そしてダービーでも0秒8差と完全に置いてけぼりを食らっています。それが一番の勝ちに近い要素かと思えてしまいますが、唯一の懸念材料としたらば、馬群に囲まれて身動きが取れなくなった場合、これが厄介なようにも感じますので、ダービーのようにうまいこと蓋をされないような行為に陣取ってもらいたいところです。そして対抗はお隣のビターエンダー。関東馬の活躍はかつてのレイユデオローぐらいしかないんですけれども、この馬はなかなか興味深い馬で、プリンシパルステークスで下したポタジェがその後連勝してきただけに、世代の中でもこのクラスに入ればトップとまでは言えませんが、なかなか上位のクラスに入りそうです。左回りが得意で上がりの足も使えるだけに、このコースに向いて走れそうということで対抗まで評価を上げました。以下こちらも左回りで結果を上げたエンデュミオンも上がりの時計を持っていますし、この距離も守備範囲ということで人気はないんですけれども、一発ありそうな存在ですし、同じ 2200m の京都新聞杯の上位2頭もダービーは不発だったんですが、同じこの 2200m で再び構想することも考えたいところです。一方ダービーでかなりお世話になったベルトライゼンデですが、骨折明けの大外枠かつこの馬叩き両肩型ということで、あくまでも狙いはここではないような気がします。皐月賞でも
ダービーでもコントレイル以外のメンバーたちに先着はしていますが、ただ着差はほとんどありません。好位を取りに行くのにかなり足も使いそうですので、ちょっと展開的に厳しいかなと見て、ここは思い切って消しでいきたいと思います。それでは回目です。コントレイルからビターエンダーとエンデュミオンには馬タン、そしてマンオブスピリットと名称菩薩の大穴2頭にはワイドです。2200メートルの重賞や直近のレースに実績がある馬たち、かつ上がりも使える馬たちですので、コントレイルを倒してくれとまでは言いませんけれども、上手に資金配分をしてプラスにさせたいところです。以上、神戸新聞杯の予想でした。さて、今週はブログでは土曜日の新馬戦とメインの長月ステークス、そして日曜日の新馬戦と中山旧レースの木更津特別の予想をアップする予定です。そして火曜日は金沢の交流重賞の白山大商店、船橋の交流重賞の日本テレビ杯の予想も、こちらもブログでお伝えする予定でございます。また先ほどお伝えしましたカレンブーケドールに関する副賞率 75% の限定データはメンバーシップの動画にてお伝えする予定でございます。その他、新馬戦に関して気になるデータも発見しましたので、そちらもアップしていきたいと思います。 G1 の前に勢いをつけておきたいところですので、頑張っていきたいと思います。それでは次回のスプリンスターズステークスの展望動画でまたお会いしましょう。